劇です、まあ、昔から続いている劇なので、まあ、日本の言葉では伝統芸能という言葉を言います。私の観世の家の一番最初の祖先である観阿弥、2番目の祖先である世阿弥という人たちの時代、ちょうど14世紀の半ばぐらいに作られた芸能で、今の時代まで650年ぐらい途切れることなくずっと続いてきている伝統芸能ということになります。で、突然観阿弥や世阿弥たちが作ったのではなくて、そのもっと前の時代から、日本の神社やお寺における、まあ、お祭り、難しい言葉で言うと祭礼の行事の、まあ、劇団演劇として行われていたものを観阿弥世阿弥たちが演劇的なレベルアップを図って今日まで続いてきています。日本では他の分野でも昔から続いていることっていうのに対して大変価値を認めている国です。特に芸能というのは、まあ、今の芸能界を見ても分かるように、流行ってももう流行らなくなってしまえばすぐに忘れ去られてしまうというのが芸能の、まあ、宿命のようなものだけれども、そんな中で650年も続いているということには、何かそこに素敵な魅力や価値があるんではないかと私も思っているし、きっと見たり聞いたりする人もそういったものを求めているのではないかと思います。だからこそ続いているんではないかと推測しています。今日本でもさまざまな取り組みが、演劇に対しての取り組みが行われておりますけど、いろいろ新しい取り組み、新たな演出を考えるにおいて、ずっと何百年も変わらないもの、これが基礎にあると考えるにあたって、非常にこう土台ができるんじゃないかと思うんですね。だからそれは多分変わっちゃいけないものだと思うんですよね。それが、まあ、お客さんに合わせて趣味趣向に合わせていろいろ変えていくのが普通の演劇のあり方だと思うんですけど、あえてお客さんには合わせずにずっと、あの日本の、まあ、演劇の基礎としてあり続ける、これが今の、まあ、現代の日本の演劇における能の役割かななんて思っておりますけど、能と言いますのは、日本でよく言われることは引き算の芸能であると言われておりまして、要するに何かを表現するときっていうのは大体自分を大きく見せるっていうんでしょうか、足して足して、足し算をしていって、その大きく見せたものを表現するっていうのが基本的な演劇的な表現の、まあ、あり方だと思うんですけど、能というのはそういった、過剰な説明とか、なるべく排除しまして、限りなくこういろいろそぎ落としていく、そういう文化なんですね。まあ、それは一人に武士のメンタリティが、まあ、そうだったからなんですけど、まあ、その武士によって、大事にされて育まれてきた能というのはやっぱりその武士のメンタリティを非常に大事にしておりまして、そぎ落としてそぎ落として、なるべく表現は多くはしない、しなくてもいいことはあえてしない、そういったことの繰り返しで引き算に引き算を重ねた最後に残ったものを見せるっていうのが能の表現なんですね。ですから、非常にこう例えばですね、コンテンポラリーなダンスのようなものに慣れていると、動きが少ないですし、こう例えば顔の表現とか手足を大きく使っての表現とかありませんので、ちょっとこう逆に戸惑うこともあるかと思いますけど、そういった、人間のこう限られた動きで非常にこういろんなことを雄弁に表現する、この演技が脳はとても大事にしてますので、そういった脳の、大事にしてきたものを学んでほしいなと思っております。
まあ、この ITI という学校は本当にそのアジアの芸能、まあ、あるいはアジアだけではなくていろいろな世界の芸能を複合的に勉強できる、しかも、まあ、実技を通して、まあ、勉強できる大変素晴らしいカリキュラムを持った学校だと思っています。何か一つに特化するのではなくていろいろな芸能そしていろんな国からの留学生と一緒にいろんな価値観を共有しながらやっていける、まさにそのシンガポールという国ならでは の特徴ある学校だと思います。私は日本人なので日本は国際的には大変認知されているけれども非常にこう、まあ、閉鎖的な社会なんですが、このシンガポールに来ることによって私もすごく、まあ、広い視野を持つことができて、まあ、文化の交流ということに対しても自分の意識も大変上がりましたので、これからこの ITI どんな学校かなって興味を持っている人は卒業生の中では自分の国に帰って大変に立場のあるダイレクター演出家になったりあるいは演劇の研究をしている大学の教授になったりしている人たちもいます。で、そうした卒業生たちがまた自分の国の後輩や生徒たちにぜひ ITI に行って勉強してきなさいって言ってくれてるっていうのが非常に嬉しくて、で渋滞に元の音を下げてわー、私自身もそういった学生、まあ、に全く日本語がわからない学生に、脳を教える、でその人たちが一生懸命脳を勉強するってとても嬉しい体験なんですね。その姿を見てると私も教えてよかったなと思ってますし、まあ、かけがえのない経験をさせてもらってるなと思ってますので、いやすごく私にとってもなんていうかな刺激になるし、今言ったどんどんその新しい世代の子たちがやっぱり同じように興味を持ってくれる。で、まあ、来始めた18年前よりもっともっといろんな映像とも比べて、まあ、日本との距離も近くなっているのでもっともっといろんな脳の良さを伝えられるんじゃないかなと思っているので。